メイクして、まあ、ピョンムービーも撮れる準備してレッスンに行こうと思います。イエイ。ということで、メイクしていく。こんにちは。とは言っても日焼け止めを塗る。まずは日焼け止め。こんにちは。皆さんはお昼休憩だったりですかね。こんにちは。今日はこの後レッスンがあるんですけど、ちょっと朝が遅かったので割とゆっくりできて、いい一日。レッスンの時みんなメイクしてますか？いや、私も基本的にはしないんですけど今してんのなんでって感じかもしれないんですけど、ピョンムービーをね撮るためだけにしてるって感じなので、ピョンムービーさえなければ私はメイクなんてしてません。でもちゃんとしてない。目元だけしかしてない。でももちろんその絶対この人はメイクしてくるとかっていう人もいますよ、うん、すっぴんで外出れませんタイプの方すごいと思います。私はもうめんどくさい
てか今はさマスクがあるからいいけどさ、昔、いやまあ若かったからか、よくすっぴんで学校とか行ってたなと。思いますね、うん、でもなんか一回日焼け止めをめっちゃ塗りすぎてなんか先生に顔白くないって言われていや日焼け止めですって言ったら絶対嘘だってめっちゃなんかそのなんて言うんだろう、ちょっとめんどくさかったことがありますはい、でもマジで日焼け止めしかその時塗ってなくて、えっと思ってやばーと思ってそうそうそう、びっくりした、びっくりした、びっくりした、アラームですそう、この時間に起きれば最悪間に合うというアラームです。そう、私はどんだけお仕事が夜遅い日とかでも絶対にそのなんていうのアラームをかけるようにしてて、さあどんだけ、ね、昼寝しても絶対に起きるじゃないですか。だからそう、絶対昼寝してても平気。今日はでも9時ぴったりに体温入力してくださいのアラームが鳴って、そう、その体温入力するアプリの普段それで起きないんですけど今日はそれで起きました。普段どんだけ遅い起きでもそれで起きないんですけど今日はなんか起きちゃった。だからびっくりした。うん、なあ、ついに公式で発表された。無理です急に、もう毎年のようにホークスモチベ落ちてるんですけどもうやだよ、なんでなん、マッチだけはちゃうやん。はぁ、はい、すいません、お疲れ様でした。あらぶり。それはないって。ホークスさんよ。ちょっとあらぶり良くない。あらぶり良くない。メイクをしていきます。
絶対おかしい。いや大事だと思いますよ、勝ちにこだわるっていうのはね。でも絶対おかしい。もう一昨年からもう思ってたんですよね。なんかギータさんがマッチのバット使ってホームラン打ってとか絶対怪しいやんと思ってたんですけどついに現実になってしまうと。ですけど、まあマッチらしいけどね。ミスターが2時間前にピエンツイートしててそれを知りました。え、私は昨日の夜知りました普通にツイッター見てたら松田対談みたいな、なんかこう来年は構想外みたいな、昨日の夜見つけてはみたいな、なわけないじゃんと思って、何言ってんだと思って寝たんですけど、そう私は昨日のもう夜に知ってました。知ってたっていうか目にしてました、そのツイートは、そういう系のツイートで。朝になってめっちゃなんか騒がれてて、いやマジかいみたいなそう、いやでもなんかホークスじゃなくてもまだ現役でいたいっていうのが松田さんらしい、うん、決断ではあるんじゃないかなとは思うんですけど、ホークスファンとしてはマッチさんよっていう感じ。絶対どっか取るやんマッチは。だってベンチのさ、やっぱ盛り上がりというかさ、そういうのはマッチがいてこそですからさ。でも松田さん息子さん入ったじゃないっすかねえ、ちょっとちょっと悲しいですけど、ホークスは息子に任せるってことなのかな。無理、泣いちゃおー。あ、なんでハイライト塗ってんだろう、塗らなくていいのに。
マスクするのに間違えた。普通に無理。多分そのベンチが盛り上がらないチームは取った方がいい。うん、もう一発だから、もう一人入るだけで変わるから、ベンチがちょっとベンチおつや状態のチームは取った方がいい。そう思います。いやもう私的にはどこのチームも取ってほしくないですよ。もういやすいません、ちょっとどこのチームからも取られなくて戻ってきちゃいましたとか言ってほしいですもん。うん、全然許す。ホークスファンマッチなら許す。うん、マッチなら許す。全然。マッチがそれで戻ってきてくれるなら。しょうがないなって言います。もう一回入団すればいいんだよ別に。やめてもう一回入ればいいんだよ。意味わかんない。最近のまあでもそれだけ若い人たちが育ってるってことです。育ってるってことですからね。ホークス的にはねいいことかもしれないんですけど、今後のホークスを考える上で。うん、だからまあ悪いことだけではないですよね、マッチさんが辞めるって、ホークスを辞めるっていうのは。うん、悪いことではないんですけど、でもまあホークスファンからしたらありがたくない話ですよね。普通になんかめっちゃ白飛びしてない、あ黒着てるからか、めっちゃ白飛びっていうか、なんかのっぺーりした顔、顔がのべーってしてます。黒着てるからだ。日ハムの可能性があるのは GM が
稲葉さんだからジャパンの時にマッチの重要性を知ってる。うーん、日ハムさん北海道行っちゃうの。双子座、ま、全体運、欲しいものが手に入る、願いが叶う、やった。仕事運、企画系の仕事で発揮をするチャンスが巡ってくる、やった。なんかあるかな、企画系の仕事。こういうのってさ、本気でどこも取らないっていう選択肢はあんのかな。どこにも取られませんでした。どっかは取るだろうな、街だもん。どこの球団なら許す。福岡ソフトバンクホークス諦めてないよ、うちは。無理。じゃあもう野球、もうどうしよう、レパートリー、はあ、もう嫌すぎて落としちゃいましたメイクの筆落としちゃいましたよ、嫌すぎて。企画系の仕事なんかありますかね。いやもうどうせならそれでやってほしいですよ、全然。どうせならもうホークス辞めた後に別の球団に行って、泣きそう別の球団に行って、でもうバチバチに松田さんが出た試合でもうバチバチに松田さんに打ってもらって、もうホークスがもう、あ、松田くんなんて手放さなきゃよかったってなってほしいです。もう本当にもういいです、ホークスは負けても。でももう松田さんの重要性をちゃんとなんていうんですか、知らしめてほしい。重要だったんだよっていうのをトップ陣に知らしめてほしいです、うん、本当に。もう、ホークスの人たちは、あ、こんな痛い重要な人材を手放してしまったのかと思ってほしいです。はい、うん、それぐらい。うちも今年で引退ってことで、いや、ホークスで引退じゃダメだったんですかって感じなんですけど、
今日もまつげは何もしない、大事に育てあげます。この松葉悲しいです。私は山上取ってから行こうかな。いや、あっちで取ろうかな。迷い中。やだよ。松田さんが他の他球団のベンチを盛り上げてんの見たくない。無理、見たくない。ヤクルトの最終試合で内川選手のああ確かにね。あれヤクルトの最終戦ってホークス？それだと熱い、だいぶ熱い。なわけないやん。ワンチャンある？日本シリーズ。勝手にもう勝ってる気満々でいたわ今。ワンチャンあるよね、日本シリーズ。え、日本シリーズまでは残ります？うち。いつまでいるんだあの方は。日本シリーズ終わるまで、おお、よかった。じゃあお待ちください。待っててください。ホークスが向かいますのでね。ヤクルトさんはね、あれですからね、ヤクルトさんはってか内川さんは7年連続リーグ優勝されてるので、確か7年だったはず。すごくない？ホークスいてヤクルト行って7年連続リーグ優勝。うん、もう自分としては一番もうね、よしよしみたいな感じ。最強ですね。本当に。
がすごいすごい、どこ行ってるか分かんない気がいる。キラキラしてる。ちょっとね、会見がね見れないんですよ私。だから厳しい。会見ってどこでやるんだろう。フォークス TV でライブ配信予定です。でもレッスンがあるんです。辛いな。だからホークスができることは1試合でも多くね試合をするってことだと思うので、でその1試合でも多く試合をした時に松田さんが調子がいいタイミングで出てもらった時に松田さんに打って打って打ちまくってもらうことだと思うので、1試合でも多くやりましょう。日本シリーズまで行きましょう。ありがとうございます。はい、いやこうなるってで会見が見れないんですよ。松田さんは神宮でよくホームランを打ちましたって。じゃあ神宮で無理。まあこうやって見ると明石さん残ってくれてありがとうですよ本当に。もう本当に明石くんありがとう。こういう気持ち今全ホークスファンの気持ち。
嬉しいことではあるんですけどね、若手が育ってるっていうのは。でもやっぱホークスを作り上げてきてくれた人がいなくなるっていうのは、やっぱそれ以上に寂しいものはありますから。うん、そうですね、辛いですね。無理だな。頑張ろう。よし、私はじゃあ MV 撮ってレッスンに。なんか綺麗なアホ毛がいる。向かいます。とても悲しい気持ちでいっぱいなんですけど、気持ちを入れ替えて頑張りたいと思います。バルスさん、ハートありがとう。ホークスのモノマネのレパートリーないんだけどな。アツオさんしか。アツオさんしかないんですけど。どうしよう。困った。困っちゃった。スーさん、ハートありがとうございます。なくない？なくない？普通に。ジローさん、スーさん、ハートありがとう。ハート、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 ハート。今宮さんのもの、いや今宮さんは感情全然表に出ないんですよ。でも出たら可愛いんです。そうだから、あんまりそういうの好きじゃないタイプみたいな方なので、今宮さん、
ランキング読みます。無理この状態でレッスンいけない、無理。ひげ持ち歩きはやばい、めっちゃウケるひげ持ち歩きはめっちゃウケる。ランキング読みます。1位しょうちゃんアットななレンジャーさん、ありがとうございます。2位あ変わりました。1位ジローさん、ありがとうございます。2位しょうちゃんさん、ありがとうございます。3位ネバーストップアットお値段以上ハルピョンさん、ありがとうございます。4位タカ新州人さん、ありがとうございます。5位ハルキャンさん、ありがとうございます。6位、ベベモンさん、ありがとうございます。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位まあいいかさん、ありがとうございます。9位無音すみちゃん、ありがとうございます。10位さあやママさん、ありがとうございます。11位ハンドハンマーさん、ありがとうございます。12位マークーンさん、ありがとうございます。13位ケンニさん、んありがとう、ケンニケンジかっこケンジさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はケン2かな、わかんない、まあいいや香港の春馬さんです。ラッキー8おめでとう、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。竹兄さんハートありがとう。私はレッスン頑張ってきます。メイク配信からの松田さんピエンピエンからの、まあそんだけだったんですけどありがとうございました。私は今日も元気です。あくびということで、おお高橋さんミラーボールありがとう。何売ってたっけ、え歌ってたっけ、何売ってた、勝手になんか商売し始めちゃった。パジャドラか、パジャマでドライブ強引だわ信じられない、ありがとうございますミラーボール。ということでこの時間の配信ありがとうございました。多分夜できると思うんですけど、多分それでは、また明日かは夜、多分夜できると思います。バイバイ、ありがとう、レッスン頑張るぞー。